全身タトゥー娘ヤホミさん、こんにちは、なかりんすでーす。はい、ここは白い壁、室内水族館がありますということは、芸能人が住んでないのに芸能人みたいなお家に帰ってきました。今日は12月30日の大晦日の前の日です。ただいま。かなえさん一人です。それで私が昨日まで韓国にいたんですけど、先ほど韓国のお土産を差し上げたんですよね。昔二人で行ったじゃん。その時のパックをもうね、ちまちま使ってたわけよ。もうかわいそうなぐらい、もう買ってあげるよっていうぐらい、もう本当に大事に大事に使ってたから、今回はちょっとかなえさんにすごい大量の、何キロぐらいある、それ5キロぐらいあるよね。ほら、すごいパックのセットです。よかったね。毎日しても大丈夫って言ってますけども、竹文さんにはグッチの香水ですね。今日は家族でクリスマスと大晦日みたいな感じの家族パーティーですよね今日。ということで今日は温泉旅行に行きます。この暗い部屋にいるのは誰？おまんじゅうみたいに、棚からぼたもちみたいにさ、なんかむくんでない顔。ポティ君、おはよう。かわいい。お願い、触らせて。あ、すっごい嫌そう。ありがとう。いつも嫌なのに触らせてくれてありがとうね。ニコちゃん、おはよう。あ、痛い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 。お座り。で、ちょっと聞いて。私の話一回聞いて。一回聞こう。クータン、おはよう。クータン、ここさ、びしゃびしゃになってるんだけど。動物の世話だよ、帰ってきて。そうそう。はい、ということで私は急いで荷ほどきをして、今日のお泊まりの準備をします。はい。ニコちゃんが可愛い。いただきます。私の大好きなお餅も入っています。洋風のお雑煮ですね。うん。これは何ですか？いつもパパが買ってくる。いっぱい買った。うん。めっちゃシャキシャキしてるね、これ。美味しい、このごぼう。あー、年末休めてよかったわ。結構休めてたね。うん。入ると思ってた、私も。あの人も明日来るから。でも舞台があるからね。うん。幸せ。うん、なんで私が運転してんのよ。いいよ、ママに運転する。嫌じゃなくてさ、さっきさ、ママがマジでやっぱり本当にデンジャーの娘っていう発言をしてたじゃん。暑いとか言って、本当にこの車が暑いのが出てくるとか言って、いや、車が暑いのが出てくるんじゃなくて、下げるの自分で。できる？こうしてこうしてね、ボーって言ってる。1ぐらいでいいんじゃないの、暑いから。もう1月なのになんでこんな暑いの。売れた？革ジャン。革ジャン売れてます。なんで？あ、新幹線だ。そういう時にカメラを持って映してください。あ、こうです。助手席に座るってそういうことですよ。大丈夫？映れてる？映れてるかな。はい。ワンブルまでデンジャーだもん。早くレイちゃん来てもらっていいですか？カナエさんが妨害してるんですけど。ほら、来た来た。なんで拒否にするの？応答にしなよ。はい。もしもし、朝ごはんは何時にする？何時があっと一番遅かい？7時、8時、9時。9時やろ。9時で食べてそのまま出ればよかった。うん、うん、はい、了解。はい、終了。違う、タッチパネルじゃないって。ね、自分の車じゃん、これ。2023年さ、ラストも絶好調だよ、大晦日も。かなえさんが、デンジャーばあちゃん行ってきたね、みたいな感じでさっき私が喋ってたら、デンジャーは運転専門、みたいな感じで、謎のマウントを取ってきて。え、免許持ってんの？持ってない、持ってない。じいちゃんが取らせてないの。それは絶対正解。正解だよね。大正解。あの人に運転をさ、させたらどこに行くか分からない。どこまででも行くと思うよ。そうそうそう。今日の温泉は、雲仙のところに行きますけど、前泊まったことあるっけ？初めてだよ、多分。私？うん。結構温泉がいいんでしょ、お湯が。お湯がいい。どんな感じのお湯？真っ白。濁り。へぇ。真っ白。硫黄の匂い？うん。ちょっと1日ぐらい取れないけどね。そんなに？体から。ああ、私平川屋のアイス食べたかったのにな。いつ食べた？最近。食べてないよ、ママ。リーサのファンの子たちが今から行くんですとか行ってきましたっていうのはある。みんな言う。うちの店来てのみんなそのパターン。平川屋のアイス食べて100年の湯行くってこと？そうそうそう、昨日もそう言って。うわ、あのおじちゃんめっちゃいい人だよ。そう。
DM 来たもん、この間。おじちゃんからじゃないよ、ファンの子が100年の湯行きましたっつって、もうおじちゃんがめっちゃ噛みたいような超いい人で、びっくりしましたとか言って、マジすごいよね。でもおばちゃんたちもいいんだよ、あのおばちゃんたちもね、あそこのチームはいいよね。写真やろ、部屋のこの LINE の置き方は写真が送られてきてる可能性があります。今竹海さんはトカゲくんと一緒にいるんですね。早めにチェックインしてくれて、部屋に先に入って、多分先にお風呂行くよね。行く行く、まだ着きません。なぜならば渋滞してるからです。パパに渋滞中って、え、かき氷を食べてまして、かき氷やばい、トカゲくんが、かわいい。ちょっとこれを写して、ちょっと何を言ってんの。渋滞の赤いのを急に取り出して送りました。本当すごいよね、ギャルとギャル王じゃん、メールの仕方が。え、そうなの。マジでめっちゃレス早いじゃん、どっちも。しかもママのさ、パパからのさ、着信があった時はさ、ダーリンって書いてあるじゃん。だけど今、LINE がさ、タックなかって書いてあったよ。そこダーリンじゃないんだ。だって向こうがあれしてるから。でも変えれるよ、自分で。マジで、うん、ダーリンにする変えてあげようか。たまに俺が言ってて、あ、ごめんね、レンコン持ってきとらすけど、転換先に置いとってもらうね、帰りに。はい、まで帰られるからね。はい、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 それでまた生クマ取り来てね。今もうちょっと外にいるから、今日とか、はい、明日もちょっと元気、1日にもらいます。もう1日にね、はい、はい、分かった分かった、はいはい、はい、じゃあね、はい。もうこの怖すぎるよ、長崎も。いろんなことがあるよ。しかもさ、玉江さんのさ登録はさ母親って打ってたね。お願いだからデンジャーに変えた。デンジャー1号でしょ。デンジャー2号、2号あなた。デンジャー3号じゃないよ。はい、かなえさんカメラです。すっごい温泉の匂いしてきたね。これ何、温泉が出てるってことでしょ。そう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 。わーすごい、見て映えじゃんこれ。映え、うん、ナスちゃんいたら絶対、え、写真撮ろう。すごい、え、結構箱根みたいになってんだね。そうそう、温泉街がいいでしょ。いいね。かなえさんカメラ大丈夫、電車カメラアングルになってないかもしれない。どこ映してんの。いや、私映してもらって、道じゃなくて、はい、はいはい、着きました。今玄関にすごいこっちを見てる人がいます。わーすごい、笑いながら見てる、怖い。お部屋に着きました。3つベッドがあるんですけど、私はトカゲくんと一緒に寝るのかなと思って、そしたら、バーバとママの部屋はここ、ジージと僕の部屋はここっつって、隣の部屋に行っちゃった。これ完全に振られてるよね、私。ちょっと悲しいんだけど。お風呂に入ってきました。なんで笑ってんの。すぐ YouTube 回すんだからと思ってるでしょ。でもなんかお風呂がすごい白く濁ってる感じの湯だったね。もう入った瞬間分かった、あ、お湯がいいなって。だからこれでさ、ご飯なんか食べるんだったらもう本当に最高だね。マジで幸せ。しかもご飯食べた後にもお風呂に入れるっていう幸せ。でもな、今日パパとママにプレゼントがあるんだよな、私。クク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 、うわー、声が変わった。お楽しみに。クククククク、聞いた聞いた、早くご飯食べようよ。それでは皆さん、今年もありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様。乾杯。じゃあいただきます。れいちゃんも食べ。超受けたのがさっき、あそこのエントランスからブラインドをこうやってシャッとやって見てたわけよ。もうその見方がマジシャイニングのあの怖いやつに似ててさ、今からシャイニングのホテルに行くみたいな感じに見えてさ、やめてよとか思って。パパも昔ジャック・ニコルソンに似とるって。そうだから若干シャイニング味あるんだよね。今日もうかなえさんデンジャーすぎて怖かったの。それでなんかデンジャーみたいな話をするわけよ。そしたらさ、急に電話がかかってきて、母って書いてあった。初代デンジャーから、はいはいはい、レンコンが
レンコンとナマコの話だ。それだけです。1時間のドライブだったんだけど、その1時間の間にものすごいいろんなことが起きてやばかった。教えて。空港からさ帰る時もさ、ここ右曲がるのにいつもまっすぐ行ってるから、なんか今日は違う道でマックスバリューかなんかでも寄るのかなと思ったら急にガーッて絶好調だね今日もって言って、雲仙来るときは私が運転するねって言った。ヘアピンがさここ来るときすごいじゃん、多分そのままズーン山をポーンってヘアピン飛び越して飛び越してショートカットしてもしかしたら早くついてるかもねということで、私からのジージとバーガにサプライズサンタさんがいるんですけど、おそれを部屋に帰って開封します。はい、クイーンだからちょっと、はい、行きましょう。はい、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ママ、今ならまだごちそうさまマンボリアンって言います。はい、はい、じゃあ今年もお世話になりました。どちらから行きますか。かなえさんからレディーファースト。うわこれと、この箱、よく TikTok とかであるよね。ミステリーボックス。ミステリーボックスって、どっちがいい？これでも本当にミステリーボックスかも。バレンシアガの箱だけど、バレンシアガじゃない可能性もあるから、レディーファーストでいいんですか？レディーファースト。じゃあ大きい箱も。大きい箱は俺や。全然レディーファーストじゃない。じゃあ、一斉に開けて。デーレン、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 デーレン。限定。ありがとうございます。ママにはじゃじゃーん。じゃじゃーん、すごい。バッグです。しかもショルダーがついております。一番使うでしょ。素敵、かわいい。イエーイ、ずっとママっぽくない？うん、かわいい。これはかなえさんは履けないでしょ。じゃあじいじ一回あっちで履いてみて。ちょっと履いてみようか。ちょうどいいじゃん。ちょうどいい。シンデレラじゃん。ありがとうございます。走れますこれで。よかったです。かなえさんもこれ使ってください。もう可愛いじゃん。うん、ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと女子と男子の部屋分けの門限の時間です。門限の時間。じゃあね。じゃあね。おやすみ。おやすみなさい。またね。じゃあ私たちはセブンティーンアイスでも行くか。いただきます。でもかなえさん、さっきのバッグ良かったでしょ。良かった。初めて見たね。何が？色がストライプ。ストライプの。でもあれね、私も持ってたの昔。一番最初に買ったバレンシアガはドン・キホーテで買ったけど、2番目に正規店で一番最初に買ったのがそのストライプのバッグ。へー、うん、やっぱさ、その時から大好きでもバレンシアガだって。レディーガガにサインを書いてもらったのはドン・キホーテで買ったバレンシアガのバッグなの。マジで。まさか自分が人に買ってあげれるようになるとは思わないよね、その時。自分で一生懸命さ、貯金して貯金してさ。そうだよね。そうよ、今ドンキホーテ爆買いすんだからさ。で、109でも爆買いしてたよね、ママ連れて。そうね、パパとママが来れば何かを買ってもらおうってしてたもん、ね、うん、すごい買ってもらった記憶がある。必死だった。必死で。もうそれは必死だったっていうのはね、うん、だって15歳でさ、一人で出てってさ、うまい棒で生活してたんだよ。そうそう、そりゃ必死でしょ、たまに来た親にさ買ってもらおうっつってさ。そう、うん、セブンティーンアイスうまいな。うまいね。うん、この間ね、一生懸命爆買いしてきたもん、うん、そうよ。私はさ、もう思う存分爆買いしたつもりだったのにさ、うん、お姉ちゃんの方がもちろんより爆買いしてるじゃん、うん、なのに韓国でもさ、またすごい爆買いしてたでしょ。本当にさ、最高。もうやりきった、今年最後の、うん、明日爆買いじゃなくてさせる。だって私サンタ来てないもん。乗って寝ちゃったよ。パパが最初さ、10時にチェックアウトっていうことにさ、そう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 、私たちが11時やろとか、普通にさ、9時45分ぐらいまでご飯食べてて、チェックアウト10時でした。急いで急いで。もうここで締めとる。楽しかった。はい、ということで、今日の動画を見てくださってありがとうございました。レイちゃん、頑張ろうね、この後も。ということで、また皆さん、良いお年を。良いお年を。バイバイ。あー、寝坊。